カラキ駅ホームの様子改札付近、カラキ駅は東京都多摩市カラキダ丁目にある小田急電鉄多摩線の駅。多摩線の終着駅である。駅番号は o t 零七。カラキ駅が設置された経緯は多摩線の小田急多摩センター駅から相模原方面への延伸高層ルート上の駅と位置付けられるが多摩ニュータウン建設計画の中で清掃工場等に 地域の土地を提供した開発前の地元住民らからの請願が実現したものである。清掃工場の位置については、できるだけ人家から離れた場所に設置が求められ、決定までに、右予曲折があったが、抵抗外の最新設備を導入することにより、現行の場所となった。また、小田急電鉄側も車庫用地確保の必要性の、絡みから、駅の併設を合意することとなった。 駅所在地南西の地名から。駅名は、唐木田であるが、ホームの北端から南端までの大部分は、多摩市、中沢地区にある。ただし、駅事務室や、駅舎内の店舗の敷地は唐木田地区にある。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の、計2面3線を持つ、地上駅で、京上駅舎を有している。改札につながる階段は南端にしかないため、 発着列車の多くでは、階段付近の車両に乗客が集まる。北見検索から来田出張所があることから、回送列車の発着が多いが、配線の都合上、北見検索から来田出張所から、スイッチバックせずに進入できるのは2.3番ホーム、のみである。6両、編成3本、8両、編成4本、10両、編成9本が、夜間留置される。 開業以降の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通りである。唐木田車庫に留置される。車両群路線バスは、特急以外は、京王バスにより運行されている。なお、当駅前のバス停には、バス停番号が付与されていない。そのため、本節での説明は、バス停が設置されている場所を番号の代わりに記す。路線の詳細は、 京王バス多摩営業所、神奈川中央交通多摩営業所を参照。2018年3月大夜改正からは、多摩線在終電車の各駅停車から来台駅1時20分ぎが、小田急前線の中で最も遅い。将来、在日米軍再編に伴う在日アメリカ陸軍、相模総合補給省の一部返還によって、町田市、小山田、 神奈川県相模原市方面への延伸が考えられているが JR 横浜線を越えて JR 相模線へ到達するということ以上の具体的な計画は決まっていなかった。その後2014年5月26日に町田市と相模原市による協議により多摩線延伸推進に関する覚書を取り交わし中央新幹線開業が予定される2027年までの 実現を目指すとしているが、再産性の確保に必要な需要があるか、などの課題が山積みになっており、これ以上の延伸の実現は難しい状況にある。ありがとうございます。